ウリアノフスク級原子力空母は、ソビエト連邦海軍が開発、建造していた原子力空母の艦級。旧ソ連海軍での正式名は1143.7型、重航空寿命艦、計画名はオリオール。ソビエト連邦の崩壊後、建造途上の状態で、ウクライナの所有物となったが、完成せずに解体された。本型は、完成していれば、 スマイナス33やミグマイナス29系艦上、戦闘機約、約マイナス 44E 艦上早期警戒機など70機以上を搭載する、満載排水量79,758トンという、ソ連最大の航空母艦になるはずであった。ウリアノフスクは、実際に寄港されながら、未完成に終わった、いわゆる未成艦の中では、現在までのところ、世界最大の軍艦である。 ウリアノフスクは、1143.5型、1143.6型、重航空巡洋艦2隻に続く、全通飛行艦班を有する航空機搭載艦として計画された。基本的には、設計番号からも類推されるように1143.5型の拡大型で、同型をサイズアップしたような外見となっており、艦首のスキージャンプ台も踏襲されている。 並走もそれとほぼ同一であり、飛行艦班全部に埋め込まれた艦隊艦ミサイルの VLS もそのまま受け継がれた。一方で本型ではアングルドデッキに蒸気型パルト2機が搭載されることになり、機関も原子力になった。ソ連は1143型重航空寿命艦に続く航空機搭載艦として、当初は蒸気型パルトを備えた8万トン級の 大型原子力空母を建造する計画であり、蒸気型パルトの開発も進められていたが、ソビエト連邦国防省やソビエト連邦共産党、中央委員会が本格的原子力空母の建造に消極的であったため、計画はトーンダウンし、スキージャンプ台を備えた通常動力のアドミラルクズネツオフが建造されることになった。中でも蒸気型パルトを備えた、 原子力空母建造反対の急戦法が当時の国防省ウスチーノフ原水だった。だが1980年代半ばには彼は現役を去り本格的原子力空母の建造を阻む者はいなくなったためようやくソ連も蒸気型バルト付き原子力空母を建造できるようになったと言える。その意味で本型はクズネソフとその過程で 幾度も計画されては消えていった7から8万トン急原子力空母を足し手にで割ったような艦とも言える。4隻が建造される予定であり、1988年に一番艦が寄港された。収益は1996年頃を予定していた。ソ連が消滅した1991年12月には、すでに中央政府からの資金供給は途絶えていたが、それでも、 ウリアノフスク及び1143.6型、バリアーグを建造していた、ウクライナの国海造船工場は、この2隻の建造を続行した。しかし、それも長くは続かず、1992年2月、バリアーグと共に工事は中断された。この時点では、船体の下半分が出来上がったところであった。その後、工事が再開されることはなく、スクラップとなった。 デッキに待機する約マイナス四十四ミリーとスマイナス三十三の予想図世界の感染二千十一年八月号によれば中華人民共和国はウリアノフスク級原子力空母の設計図をロシアから入手しているとされるアビエーションウィークは中華人民共和国がウリアノフスク級の設計をもとに二千二十年以降六万トン以上の原子力空母を二隻建造すると 推測している。ありがとうございます。